日本共産党が大現状、不正会計疑惑で圧力と批判殺到。一般社団法人コラボの不正会計疑惑に関して20日に日本共産党の二比総平さんが国会内で関係省庁に対し、女性支援の予算拡充こそが必要であり、当事者、支援者の安全を脅かしかねない情報は非公開とされるのが当然だ、などと主張したとして政府に圧力をかけていると批判が殺到し、 大炎上してしまっております。こちら、共産党などのおかしな野党の皆様は、これまで政府与党側に対して散々疑惑がある側に説明責任があると主張してきているのに、いざお仲間が追及されたら情報を開示するなというのは、明白な二重基準であると言わざるを得ません。さらに、法的に情報公開の対象となっている情報であれば、 政府側は粛々と情報を開示するだけでございます。この問題、すでに裁判沙汰になっておりますので、共産党が省庁に圧力をかけて情報公開を妨害しても、司法が裁判所が命令すれば情報は公開されるでしょう。日本政府には暴力革命で日本を滅ぼし、共産主義国家の樹立を画策している日本共産党による 法的根拠のない不当な要求に屈しないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。